ハットリです。食育の時間ポッドキャスト。食育を上手に進めていくために、私はいつも3つの柱があるとお話ししておりますね。実はいまだに食育って何ですかとか、何から始めたらいいんですかと聞かれることが多いんですね。食育の範囲は本当に広いんです。この3つの柱に大体が集約されると考えておりますんで、3つの柱をもう一度改めて申し上げます。 一つ目、どんなものを食べたら安全か安心か健康になれるかを選ぶ能力。これ一つ目の柱ですね。二つ目の柱、衣食住の伝承が途切れてきています。これをもう一度復活させましょうと。で、三番目が食料問題、環境問題ということで、えー、この三つの柱なんですが、今日はですね、その一つ目の柱をもう一度見直そうと思いますので、お話をさせていただきたいと思います。一つ目は、 どんなものを食べたら安全安心健康になれるかということですね。それを見極める染色力を養うこと。染色力というのは選ぶ食の力と書きますから、どんな安心安全健康が選べるかということを自分の力でですね、これを選んでいく能力というのが必要になるわけです。ということは基礎ができてないとこれを能力発揮できませんから。やっぱり えー、昔はですね、食育というのは家庭でやってたんですね。おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さんが食卓で教えてくれてたんですけども、どうもこのところ、家庭がうまくいってなくて、えー、うまくいってないっていうのは、働きにね、両親が出てしまって、おばあちゃんおじいちゃん一緒に住んでないというところがありますので、えー、子供がそっちのけになって一人にされちゃうなんてこと多いんですね。ですからそういうことを考えた場合に、 えー、どんなものを食べたら安全か危険か健康になれるかはです、ね、家庭にはどうももう無理かなとそれに新しい情報も必要だなということで学校教育の中に入れることにしましたまず幼稚園そして、えー、来年23年から小学校の中に入ります24年の4月から中学校の中に入るわけですけどもそういうことで食育ということをですねきちっとやりますその1つ目の柱ということで 今お話をしているわけですけれども、えー、一つ目の柱の染色力は、ですね、まあ、農薬が、ね、どのくらい入っているんだろうな、化学肥料をどう使っているんだろうな、じゃあ有機野菜ならいいのかな、ね、これもいろいろあると思うんです、日本で取れる部分というのが有機野菜って、ね、3%ぐらいしかないんですよね、そういうことを考えるとね、ねじゃあ減農したね、農薬減農してるんだったら、まあいいかなということであれば。 少しでもね、減能したものを選んだ方がいいに越したことないんですね。えー、中にいっぱいですね、化学肥料が入ってたりすると。それが、うん、葉っぱと、まあ、実等に分けますと。葉っぱの方はですね、えー、やはり吸収しなくて化学物質がですね、残っちゃうんですね。ところが実の方はですね、吸収してですね、実の中に溶け込んでしまうために、結構、 これはあの体に害はあまりないんです、その辺の違いみたいなものもです、ね、きちっと勉強しておいてもらうといいのかなと思います、あと、ね、食品ですよね、食品の中には色がついてますね、また長持ちさせるために、ねえー、添加物がいろいろ入ってるんですね、それで味付けも確率、ね、化された味がみんなついてますね。 こんなことじゃなくて、やはりね、昔からあるね、お出汁を使ったりいろいろすると美味しいものってできるじゃないですか。これがどこまでね、我々がその経済的なことまで含めてですね、できるかというのはこれからの課題だと思いますね。やっぱり安心安全、健康なものを選んでいこう。そして旬のものを選んだ方が体にいいんだよとかね。こういったものの選び方とか選択の仕方をですね、勉強してもらいたいと思いますね。 そのことによってですね、えー、食べることの大切さということがね、理解されるようになると思います。染色力とはずばり、自分に必要な食を見極める能力ということでね、えー、本物の食を知って安全性を見抜いて、食べたいものを食べるのではなく、考えて食べることが必要ですよね。まずは考えてみましょう。一度ね。うん。さらに、地産地消というのが大事になりますね。 その地域で取れたものをね、その場でそれを処理していくというね、日本の場合は食料自給率というのがね、えー、41%、これは平成20年の数字ですけどね、えー、もうすぐ21年が出ますから、これがね、41がね、42になるのか、もしかしたら40にまた戻っちゃうのか、今のところね、非常にこれ、興味深いところでね、 うん、どっちかなってみんなで話し合いしてるんですけどね。まだあの結論は出ておりません。これは農水省から出ますので皆さんもねえ、気にしててくださいね。こういうのを覚えてくださいね。これはカロリーベースで何パーセントか。これあの、うん、食料の計算の仕方の中にはね、えー、重量ベースで見るやり方とかね。それとか、あの、穀物ベースで見る数字だとかね。それともう一つは料金ベースってあるんですね。 えーまあ、日本の場合は、ねえー、カロリーベースで見るんです、どのくらいのカロリーを我々は摂取しているかというところで,で、料金ベースで見ると、ね、実は65%なんですね、えー、ですけど我々は、ね、思うんです、大変だよと、これしか日本は取れてなくて、ね、60%も、ね、輸入しているんだよという方がこう危機感を、ね、持たせるにはいいのかもしれないんで、ね、僕は、まあ、皆さんにも知ってもらいたいのは60%は輸入しているんだよということをね。 我々は知らせる方向で動いてます、そんなこともね知っておいてくださいね、まあ、そういうことによって地産地消っていうのはやっぱりねうん自分たちの地域でどのくらいのものがどのくらい取れてるかということを知ることから始めなきゃいけませんね、それによりますと47都道府県で一番取れてないのが東京でね1.2%しか取れてないんですね、だから残りはね99%近くはみんなね、 外国国と日本の、ね、国内から持ってきてるんですよ東京ではほとんど取れてませんさあ、下から2番目、大阪ですね、2%ですね、横浜市を抱えている神奈川県はね3%しかね自給率がないんですね、さあじゃあ高いとこはどうでしょう、ね、これ北海道の方ですね、これはなんとですね195%もあるんですよ。 まあこれは、ね、広い割に人がいないということもありますし、ね、取れちゃったら、ね、輸送するのにお金がかかるというので、ね、その場で土の中に、ね、トラックに積んで埋めちゃうんですね、こんなことやってたらもったいないでしょやはりね給食に、ね、無料で配るとか、ね、いろんな方法を考えて国が買い上げてあげるとか、ねまあ、いろんな方法を取りながら無駄にならないようにやっぱりしていかなきゃいけないのに、ね、195も取れてんるのに、ね、それがね。 うまくこう、行き渡ってないというところがちょっと問題かもしれませんね。まあ、東北地方なんかは非常に高くて、えー、秋田県が174ですね。そのようにね、えー、東北地方固まってるんですね。100以上のところが多いですね。東京だと隣がね、神奈川県が先ほどの3%でしょ。じゃあ、千葉県がどのくらいかというとね、千葉県がね28、28%なんですよね。そして、群馬県が34で、 栃木県がね72で茨城県70なんですそして埼玉県ってあるでしょほんと隣ですね意外とね僕は緑多いと思って計算してみて分かったことは11%しかないですねだからやはり我々は自分の住んでるとこがどのくらいかっていうことをこれから知る必要がありますねその上でですね自分はどういうふうにものを作っていくかっていうのはご自分が作んなくていいんですよ ね、必ず、ね、メモに書いて今日、ね、食べる例えばお鍋はこれだけの材料が必要だなと思ったらこのスーパーに、ね、このメモを持っていってください、そして仕入れ担当者か店長が一番いいと思うんですが、ね、この中で日本で取れるもの、またこの地域で取れるもの、何ですかって教わってください。そ大半が、ね、その地域じゃなくて 他の県から持ってくるもしくは地球の裏から持ってきてるものが多いと思うんですね。そしたら必ず言ってください。これをね、えー、業者の人に、ね、その仕入れるときに、ね、もっとね、人参作ってくれとか玉ねぎ作ってくれとかね、言ってくださいと。そそういう働きかけを皆さんがしないとこれが動かないんです。ぜひね、誰かがやってくれるじゃなくて皆さんが参加することが大事なんですからね。そういうことで、 働きかけてくださいそのことによって地産地消のものがねたくさん取れるようになって皆さんの地域で取れればそれだけ鮮度のいいものがね早めに手に入れることができるようになるわけですよ是非ねそういうことを意識してね食育、えー、に協力していきましょうということで食育の時間服部幸雄でした